は肩こりに効果的なツボのご紹介です。今日使っていくのは肘から先のツボになります。3箇所ご紹介します。まず1つ目は合谷というツボです。合谷は、人差し指のこの際にあるツボになるので、押していただいて、痛みがあるところを押していってください。次は極地というツボです。極地は肘を曲げていただいたときにできるシワの一番端っこになります。で、3つ目のツボが手三里というツボなんですが、こちらはさっき使った極地というツボから指3本分下に下がったところになりますので、こちらは非常に痛みが伴いやすいツボになりますので、優しく押すようにしてください。3つのツボとも、痛気持ちいいぐらいで優しく押して揉むようにしてください。ぜひやってみてください。